落ちたね。これはこれは一回落ちましたよ。やつ1983さん、レインボースターありがとう。一回落ちたけど帰ってこれたかな。一回落ちちゃった。ごへいさん、こもりさんありがとう。ドマンさん、レインボースターありがとう。一回落ちちゃったけど大丈夫？見えてる？見えてるかな、みんな。少しパカパカだねって。トマさん、コウモリちゃんありがとう。戻ってくれた、よかった。戻ってきてる？これは。みんな見えてます？サーモンは今見え出した。けどみんなは見えてんのかな。戻ってこいだかな。ショールームアプリ今日重くないかって。あ、ショールームアプリ自体今日重い。みんなメンバーこんな感じ、もしかして。みんなこんな感じなのかな。それだったらしょうがないけど。今日もくれた、嬉しい。ちなっちゃん嬉しい、ありがとう。ピアノ弾きながら紙飛行機作ってみて。ちょっと待って、無理無理無理。その紙飛行機もまずできん。映画見に来て行ってきた。いいね。星集め用の端末がすぐ落ちる。あ、やっぱダメなのか。スパイファミリー韓国ドラマと思ってた。空野さんこんばんは。そう、本当に申し訳ないけど、数日前っていうか一昨日ぐらいまで、そう、昨日知るまで、そのスパイファミリー韓国ドラマだと思ってましたからね。みんなピアホ久しぶり。なんか話すの久しぶりな気がする。嬉しい、今日も嬉しい、ありがとう。 Say hi インドネシア、カナルカンのむせさの口コルミさのツイッターのインスタグラムフォローミーテレマカシ。そう、ディ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 、そう、スパイファミリー今日2話まで見ましたよ。アーニャ、アーニャってピーナッツ、アーニャピーナッツが好きっていうじゃないですか。あのピーナッツが好きっていうの分かったし、あの人参嫌いなのも分かりました。な、人参が嫌いで何が好きって言ったっけ。ピーナッツ好き。うん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 、見ました。あの、なんだっけ、養護施設みたいなとこ入ってたんですね。 Do you know インドネシア。 Yes。うん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 、出演者4名のサインを1000円のグッズ購入しただけで買え、すごい、もらえたって、すごいね。篠太郎、小森さんありがとう。そう、スパイファミリー2話まで見ましたよ。皆さん、みんながおすすめしてくれたおかげで、あと14話残ってるのでね、追いつけるように見たいと思います。ぶっちゃん、レインボースターありがとう。 You cute って、 Thank you。 サイン会だから会話もできて1000円だからお得だ。すごい、サイン会すごいね。いいね、めっちゃいい。すごい、1000円でめっちゃお得ね。そうなの、その子さ、気づいたら今日足に耳ずばれできてて、どっかで吸ったんかな。鈴木拓さんの差し入れしたジョジョ園ご飯美味しかった。それいつ、いつのことそれ。めっちゃ前のやつかな。記憶ないとって、そう
うん、ね、どこも絶対ウッチョなんてよね。だからいや違う、スッチョなんてよね。だからね、これすっ、でもさ寝てるときは絶対すらんやん。これなんやろね、自分の指なんだろう。水張り、ミミズ張りなんだっけ、うん、それできました。え、なんかどっかで吸ったんかな。ねえ、そう、30日のさコスプレがさ、そうの決まんないんですよ。あのね、違う、あの片っぽは決まっちゃっちゃけど、もう片っぽでもね大体決まってるっちゃけど、でもなんかそのがちゃんと想像するやつが現れなくて、そう、でも大体決まってるので、うん、大体決まってます。これかこれがしたいっていうのがあって、で絞れたっちゃけど、そう、そう、うん、あ、明日大丸東京店行ってくるって嬉しい。サーノのサイン探して。子供が見るには刺激的すぎる映画。おお。体の真ん中で半分ずつ。やだよ。切んなきゃいけない。そうね。コスプレしますんで、皆さん会いに来てください。29と30。うん、待ってますね。そう。ハロウィンだよ。もハロウィンってさ10月31日ですよね。惜しいよね。あ、レシー来てくれた。そう、あさってまで、そう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 、なので皆さん大丸東京店行ってください。え、そうなの、めっちゃさ、あれインクカスカスだったの、あの日さ、あのショック受けたもん。あ、めっちゃカスカス。でもさ、サインってさそのまま書き続けんとさサインにならないじゃ なんサインの味出ないじゃないですか。だから我慢して書いたんですけど、さ、もう真っ白で書きたかったですよ、できれば。うん、うん、駅まで出し頑張って。あ、そう、スタッフさんの現場にいないんですよね。そう。大丸の12階にはスタッフさんいなくて、てかどこにもスタッフさんおらんくて、そう。スタッフさんと一緒に行かない限りはプライベートなのでね、メンバーも。そう。うん、マネージャーさんと一緒に行ったの。うん、違う、サーノはね一人で行きました。そしたらキョンさんとあのリナちゃん、あかりなさんがいらっしゃったので一緒に行動しました。そう、サーノめっちゃ急いでたので、そう、ね、プライベートで行きました。ファンの方と話したと、あ、話した。話した。でも絶対サーノのファンではない。サーノのファンの方ではないけど、女の子、あ、話したっていうかね、女の子が、そう、手振ってくれました。そう、優しかった。サイン書きに来たメンバーに声かけていい？え、わかんない。手振ってくださったので手振り返しました。あ、喋ってないわ、喋ってないです、挨拶したぐらい。そう、
カズ兄さん、小森さんありがとう。うん、まあでもみんなメンバープライベートで行ってるんでね。そう、どうもさん、骸骨さんありがとう。空の雲って気づいたかなって。あ、そういうこと？空の雲、サインのことね。メンバーおすすめのお土産を買ったの、ザロンはね、あのずんだシェイク飲みました。うん、買ったっていうより飲んだ。キョンさんがごちそうしてくださいました。そう、なんか普通に大丸東京店さ、初めて行ったっちゃけど、また行きたいってなりました。うん、楽しかった。そうか、今日からかな、エリーさんの衣装展示。サーノに話しかけてスルーされたら泣いちゃう。いや、サーノ手振りました。うん、いや全然。あ、待って、めちゃくちゃさ、今日泊まるよね、やっぱり泊まるよね。全然話しかけていい場所だったら話しかけていただければ。そういうなんか場所だったらね。そう、ソーラノンって声かけるはしていた。明日絶対ないですよ。うん、そう、東京駅直結だからめっちゃ行きやすい。動いてる、よかった。ふーちゃんに話しかけたらやめてくださいって言われるかな。言いません。そう。そう、女の子が、うん、手振ってくれました。そう。しかもエレベーターで降りるときまで手振ってくれて、かわいいってなった。うん、疲れて脳みそ止まってます。カズ兄さんどうしたの、日曜日に。お疲れ様だよ。12階の展示場迷わずに行けた。そうなのさ、それがさ、12階の扉開いた途端、エレベーターで行ったっちゃけど、あのさ、飲食店やん、あそこ。いや、飲食店にあると思わんやん。だからマネージャーさんに連絡したよね。12階って2つあるんですかって。そう、この間も話したけど、そう、緊張して何話していいか分からん。嘘だん、お話し会で話してるやん。うん、日曜出勤もお疲れ様だよ。ゆっくり休んで。休みある？ちゃんと。12階は1つです。あら、すみません。わさびさん、かぼちゃさんありがとう。そうだからさ、そう、あれがもう12階1つって分かっちゃらんかったら、もうあそこもう1回降りて、1階に降りてまたなんかさまようとこだった。ちょっと12階を回ってよかったわ。ちょっと12階の突き当たりまで歩いたら、左側見たら、あ、なんか見たことある石あるって思って、行ってみたらそこだった。あ、エレベーター、あ、もう一つの、あ、そっちのエレベーターね。なんかさ、エレベーターもさ、わかんないじゃん。わからんやん、なんかどこにあるとか。初めて行ったからさ、見つけたエレベーターに乗ったんですよ。2階から乗ったかな。うん、明日休みよかった。うん、緊張してお話し会喋りましょう。ついでにご飯も食べたらよかったんやで。なんかおしゃれな
うん、おしゃれな、なんかもう夜かなっていうの食事してる人いたの、なんかお酒飲んで。あ、ケイッチさんかな、嬉しい。チーム系公演可愛かったって、ありがとう。また来てください。新幹線について八重洲口すぐ入り口から入ってエレベーターで上がったの目の前だ。じゃあ乗るエレベーターによって違うっちゃね。うん、うん、空港行く途中ではないけど、うん、帰る前に乗った。うん、帰る前に寄った。そうそう。リボンさん、コウモリさん、ありがとう。コウモリ。うん。ね、大変だよね。ティ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 。タクシーで空港行く。え、なんかね、いろいろ使いますね。タクシーの時もあるし、うんって感じです。そう、いろいろですよ。日による全然。トゥ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 。そう、車両とかいろいろ。いや、キャリーバッグほんと大変。うん。あ、サイレント 3話一気見した。嬉しい。自力でいける。全然いける。そう、あの一人旅行とか好きなんで全然いけます。羽田から乗ったら定額運賃。何が定額運賃？詳しい。キャリーで東京行ったの。うんうん、全然キャリー持っていっちゃらん。3時間前に予約したら空港まで定額運賃。あ、タクシーのことかな。タクシーか。定額運賃決まってるってこと？金額決まってるんや、あれって。でも場所によって違うよね、きっと。でも定額？定額？ひでおさん、コウモリさん、ありがとう。ん、何区から乗ると何円で行ける？え、そんなのあるっちゃ知らんやった。え、じゃあ3時間前にさ、予約せんと損ってことね。まあ自分で予約することないからな。うん。羽田定額、ディズニー定額、全部それぞれ3時間。カズ兄さん、コウモリさん、ありがとう。カボちゃんもありがとう。すごい。定額制度なんてあったんですね。知らんやった。なんかそういうのって豆知識なんていう、うん、なんかそういうのあるから知ってると得やね。全部3時間。3時間前でも3時間前大変だね。サロン定額ってないかな。ないね、きっと。ないよ、そんな定額。なんか今日よく止まる気がする、配信。羽田から乗るときはタクシー定額できる。それも予約？でも羽田空港から乗るときってさ、まあ予約もあるか。
予約、うん、予約っていうよりすぐ乗るよね。サナのお話会手書きにしてほしいな、めっちゃ面白い。カズトさん、コウモリさん、ありがとう。羽田からいらんよね。いっぱいおるもんね。沢の終わりありますか？ないです。メーターは普通の料金表示やけど、ちゃんとついたら定額運賃に変えてくる。すごっ。なんかさ、あのメーター見よったらなんか恐ろしい数字出てくるよね。確かに、うん、すごいよね。なんか東京って、東京の移動ってなんかね、すごい行くよね。どこでもそうか。考えたことなかった、ね、メーターどんどん上がるよね。しかもなんかさ、東京とかでタクシー乗るとさ、めっちゃさ、なんか運賃プラスなんかない？なんかあれチップ料金かな、なんかびっくりする、うん、今日もこれで嬉しく覚えて嬉しい、ありがとう。高速代金、いや高速じゃなくてもさ、なんか高速じゃなくても悪くない？あ、予約してるからってこと？あ、予約したら料金追加されるってこと？呼んだからってこと？呼んできてくれた分の料金？はあ、なるほど。でもさ、でもさ、普通なくない？ないよね。でも東京はそうってことね。高速、予約、待って、予約料金なんて初めて聞いた。予約料金いくらぐらい？500円ぐらい？宮崎から東京まで飛行機でどのくらいかかるのって。1時間40分とか30分とか。なんかね、行きと帰りで時間違うよ。帰、待って、どっちやったかな。帰りが2時間やったかな。行きが1時間40分かな、30分かな、なんかね、うん、ちょっと違う。時間指定したら予約料金と、なんだこれは、料金取られる、ダブルで料金取られるってことね。高いね。420円。予約料金必要やっちゃう。なんかね、帰りが確か遠いはず。うん。経路かな。偏西風の影響？帰りだ。じゃあ2時間かかるのは。2時間ぐらいかかる。約。うん。1時間50ぐらいかもしれないけど。タクシー詳しいね、みんな。サーモンなんとなく乗って、待って、この料金何ってなっちゃう、いつも、うん、いつもなる。なんかメータープラスでなんかそういくじゃないですか。びっくりしちゃう。なんかさ、500円で済むようなとこが1000円かかっちゃったりするやん。うん、それめっちゃ不思議やった。呼んだらそうなんですね。予約したら料金取られるってことね。なるほど。みんな詳しいね。
じゃあ予約制やったらその料金ないってこと？え、地方のタクシーの方が高いと？東京高いと思ったっちゃけど。はい。てことで4番で自分で捕まえてヘイタクシーして乗ったらその料金取られるんでメーター料金だけでいいってことね。すごい学びだわ。学びだね。地方のタクシー呼ばないと来ない。料金取られんくない？平宅はメーターだけで、でも夜は割増し。夜は高いってこと？なんで夜高いと？昼も夜も一緒やない？夜料金なんてあるじゃん。ディナーみたいな感じ？みんな詳しいね。めっちゃ詳しい。22時間2割増し。え、2割増しって高いよ。めっちゃ高い。深夜ロード、あー、そういうことか。深夜に時給が上がるのと一緒ね。そういうことね。アルバイト生、アルバイト生、あの飲食店とかコンビニとか深夜何円みたいになるじゃん。飲んで終電逃したら仲良しのタクシー運転手さんに来てもらうって言ってるから、いくらプラスかしら。それも外取られちゃうよきっと。うん、おつまち、うん、青タン、業界用語でさ、青じんたんやもん。夜勤みたいな感じ。なるほど。こんばんは。確かに22時以降に。そんなのあるじゃね。タクシーで後ろに進むとメーターも下がる。絶対嘘。わざっぺさん。夜は長距離のお客さんおるから美味しい。普通に1万円以上出る。ああ、でもさ、そうやってタクシーってさ、めっちゃさ、お得だよね。そんなにガソリン代取られんくない？一人の1万円分乗せただけじゃん。ね。タクシーって儲かるのかな？タクシーに乗ったら乗る道指示するって。最短で安く。行けるところ？行けるとこじゃないや。道？最短ルートかな。確かにいろんなお客さんいるもんね。タクシーって儲からない。ソロンは車を運転しない。するよ、めっちゃたまにね。タクシーって LP ガス。待って、 LP ガスって何？ガス、ガソリンじゃないってこと？兼業の方多いっちゃ。なるほど。すごい。
ドライブ動画はないです。最近タクシー使わない傾向あるみたいですね。大半のタクシーはガスです。どういうこと？ガス、じゃあガソリンスタンド行かんでいいってこと？兼業は会社による。すごっ、年収1000万円、すごい。よほど不便な場所でなければタクシー使う。歩くってこと？電車？ガス用のスタンド？ガス用のスタンドって、待って待って、ガソリンスタンドの、あれ待って、石油とガスの違いは？個人タクシーね、儲かりそう。あれすごい。歩くかバス調べる、えらい、めっちゃえらいと思う。でも歩くのもいいよね、夜とかだったら特にさ、歩きたいってなんない？逆に宮崎は車の運転しやすいですか？東京よりはしやすいと思います。運転しやすいけどね、車社会なので車めっちゃ多いです。その代わり、車めっちゃ多いから、そうだね、大変かも。車の交通量めちゃくちゃ多い、交通量めちゃくちゃ多いじゃないな、車しか走ってないわ。車しか走ってないこともないけど、そうだね、車社会なので、みんな車乗ってます。サーモンはまだたまにしか運転しませんけど、そう、でもめちゃくちゃ運転したいんだよね。この後地元の駅から家まで一人で、歩いて帰ったことあるよってこと？そう、同期朝か夜中まで働いて8万円、すごい、1日で、すごいね。東京って鉄道がたくさん走ってるのに車が多いのにびっくりした。そらのもそれ思う。なんかさ、意外と車走ってますよね、びっくりしちゃう。夜はそうでもなくない？夜はめっちゃスカスカですよね。昼走ってるね。毎日遅刻しそうで、東京駅着いたらタクシーで会社行ってた時期あるって。出費すごくて働いてる意味ないってこと？めっちゃ面白い。毎日遅刻しそう、もうちょっと早く起きよう。タクシーで1000円使うなら劇場版 CD1 枚か。わあ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい選択。それは鉄道が開業して150年、すごっ。サノンが生まれる130年前ぐらいからってことね。深夜は同じところにタクシー、うじゃうじゃ駅とか、でもよく使う方ってさ、タクシーをね、もう同じやつばっか乗るじゃない？なんか仲良い運転手さんとかいそう、毎日乗る方とか。あんまりないかもだけど、でもいいね、ありがとうって言われるお仕事っていいですよね。毎日26時に帰って9時出勤。今も26時って、ちょっと待って、26時でしょ、2時
2時だ。で2時に帰って9時は無理よ。だってそっからさお風呂入るやん。で普通にお風呂入ってご飯食べて、まあ、2時間後に寝れたとしても無理だよね。4時じゃん。いや待って、時間なさすぎ。3時間ぐらいしか寝れんね。今もかな。ポイントがある。その場所をめっちゃ低速で走ったりしてお店から出てきたところを狙う。うーん、すごい。すごいね、戦略。会社でお金出るときはどんどんタクシー使う。うん。ブラックだよ。今も？カズ兄さん今も？それ続いてんの？体崩さんでね。すごい、なんか。あ、昔よかった。よかった。今は自転車、あ、愉快だ。今はちゃんと早く帰ってこれてる。そっか、今自転車だね。確かに自転車って言ってたね。そういえば、うん、7時間。まあ朝の9時間欲しいですけどね。そうね、7時間半は必要っていうもんね。いや、チャリンコはいいよ。体一回壊して。そうだよね、それ壊れるよ。新しいお仕事ってこと？深夜まで働いて次の日休みだから寝ないで遊びに行ったり。まあでもね、遊びたいよね。そうだよね。うん、そう、9時間寝ないとの人が、そう、武道館コンサートも、そうそう、リハ期間と劇場の前3時間半とか4時間でした。睡眠本当に、そう、3時間半とか3時間とかの日もあったな。うん、何、昔は何独特。うん、寝ないでテニスしたら体重すぎて終わったって。寝なきゃ。すーちゃん労働時間大丈夫そうってそう、あのダンス覚えてました、夜中まで。そうそう、振り入れなかったからさ、自分で覚えるしかなかったし、そう、自分でどうにかするしかなかったので、そうですね、夜中までやってました。でも頑張ってよかった、本当に、ね、劇場デビューしてみんなに会えたし。そうだね、今めちゃくちゃ寝れてるので最高。あー、ご飯食べてたって。うらんちゃんやっほー。割とリアルに心配。優しいの。優しいよ、ありがとう。大丈夫ですよ。休みの時5時まで起きてたことはすごい、すごすぎる。うん、今日 VR で公演を見返してって。嬉しい嬉しい。サーノンだけを見てたって、ありがとう。何回でも見て。さあちゃんはダンスとか経験ないんですよ、それが。そう、
2時間睡眠で福岡まで移動してて頭痛が一日中してた。大変すぎる。サウナは平均睡眠時間、サウナはね9時間寝たい人、タクシー券バンバン使えた時、あ、時代が懐かしい。いいね、チケット楽そう。確かに。前髪どっちがいいと思う。そうだよね。待って、ランちゃんさ、待って、あのね、2つともね、どっちも良さがあると思う。なんか長い方っていうか、おろし長方は、おろしてて髪もあのボブに近い方は、なんかもうちょっと長くしたりしたら、なんかめちゃくちゃなんかさ、可愛い系になれると思うので、なんかもう一つの方は、あ、センター分けしてる方は、してて髪がちょっと短い方はボーイッシュな女の子ってして、どっちもだからね、めっちゃいいと思う。どっちが好きかだよね、やっぱ。うん、ボーイッシュになりたいか、可愛いになりたいか、どっち。トゥ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 、こんばんは。そう、そのどっちかだと思う。ハチの部分ないですよ、きっと。紅茶飲みながらカヌレいいね。前髪ぜひ、オンラインでもぜひ、明日からまた金曜日まで。そうだよね、そうだよね、明日が金曜日も仕事だよね。みんなファイティンです。オンライン待ってます。明日も早いので、そろそろドローンするって。おやすみなさい、ありがとう。最近可愛い子目指すようになったの。じゃあボブ目指す。前髪下ろしちゃう。もうどっちかよね、本当に。ボーイッシュになりたいか、可愛いになるか、なりたいか。でもさ、女の子って本当にね、めちゃくちゃ欲張りだから、欲張りやから、なんかね、どっちかにすると、あ、やっぱこっちが良かったとか思っちゃうから、気分だよね、やっぱ。そう、1週間頑張ったお話し会だよ、みんな楽しみ。そうね、楽しみ。わしもイケメン目指そうかなって。全然いける。髪型ね、迷っちゃうよね、みんな。ショートしたら全部経験できる。まあね、そうね、確かに。あー、メンズ系が好きってこと？そういうこと？抽選全部外れてピエンでした。ピエン話そうね。さあちゃんに笑われるしな。笑いません。僕イケメンですって、ウルトラセブンさん素晴らしい。あ、そうだよ、ワサップさん忘れずにね。スーちゃんのコーデを考えよう、イエーイ。磯風さん、ハートありがとう。あー、まあ悩みあるよね。あー、なるほどね。
確かに肩幅ね、うんうんうん、でも確かに自分でさあるよね、めっちゃ女の子が、女の子っていうかなんかわかる、めっちゃなんかブリブリ系が似合う子とめちゃくちゃ綺麗めが似合う子とかっこいい系が似合う子に分かれちゃうもんね。今日郵便局行ってね、うん、何かでかい箱を受け取りました。何でかい箱、何が届いたと教えて。トカチンさん、かぼちゃありがとう。モテません、モテます、モテる、大丈夫肩幅広いですって、うん、何、え、なんか届くもんあったっけ、何よ、うん、全然大丈夫だよ、ランちゃん。私も箱6個郵便局から配達してもらいました。何 CD？ 何 CD かな、 CD やない、 CD CD お話し会 CD、 角川、角川ってなん、角川、角川、うーん、なんだろう、 CD、 でも久しぶりのリップグロスだから CD じゃない、違う、 CD 以外なんかあったっけ、なんやろ、わかんない。やっほー、プマさん、足のサイズはもう絶対にレディース靴ない、裏の足でかすぎて、え、何センチ、うん、え、なんでそんな草生えちゃった、わさぴさん、かずとさん、お花ありがとう。待って待って待って、箱を郵便局で届いたってことでしょ、受け取りましただよね、待って何、答え言わないの、カズミスタリーやめて、答え言ってよ、もやもやするやん。26点、待って待って、 26.5 はやばい待って、 26.5 ってもう男性サイズ、すごい、 26.5 逆にすごいよ、うん、めっちゃ大きいね、うん、お仕事お疲れ様。え、答え言わない、言ってよ、4983さん、めっちゃかわいい、ありがとう。え、もやもやして寝ても絶対やだちょっと待って、何それ、何、6箱とか言ってる方おるから、それはもう CD ですね、 CD だわ、うん、だって何も届けてないもん、あ、え、でも6箱って言ったよね、生誕グッズのあれじゃなくて、6箱届いた方いるってことはやっぱ CD じゃない、え、ナルタオチャンネルさんに、ほんと？でも足縮めることはできんもんね、難しいね、悩み、確かに一箱何枚入るんかな、あ、やっぱ CD か、ほら一箱にどのぐらい入ってるんだろうね、ほら CD じゃない、やっぱ、なんて書いてたっけさっき、 CD やない、やっぱ、うん、でかい箱を受け取りました、やっぱ CD かな、 CD ですか、みんな教えて、
みんな核心に触れてくんない。うん、答え出ないとね、つけないので。コピー用紙絶対ない。あ、正解、やったー。同じ、この同じ種類の CD を、あ、嬉しい、近所で配りまくる。嬉しい嬉しい、配って配って。あの中身のあの剣だけはねもらいなね。生写真とかはもらいなね。やったー、すごい。でもなんか6箱届いた方とかいるんですね。すごい嬉しい。佐野ちゃん足のサイズが小さそうなイメージ。佐野は24センチです。普通。いや、もう答え出たもんね、わさっぴさん。イエイ、嬉しい。券は配らないからね。もう券配ったら最悪。それ CD 頼んだ意味ないよ。うん、タイプ C かな、それ。タイプ C？ 全種類買った？タイプ C かな。あ、でもタイプ C だったら嬉しい。マジか、入っちゃうもん。うん、かわいいサイズだって。いいね、24って。でも24って普通だよね。でも 22.5 とかかわいくない？ 22.5 は子供かもしんないけど、 23.5 とか23とかかわいくない？あ、そうか、劇場版か。そうだわ、そうだ、24センチ。私は知り合いのラーメン屋さんに配布してもらってる。あ、委託しちゃったんですね。素晴らしい。あ、ラーメン屋さんとかに置いてもらったら、あ、取ってもらう式だと取んない方いるのか。やっぱ手渡しがいいね。うん、いいと思う。すごい、いろんな方に聞いてもらえるの嬉しいね。 AKB をいっぱいあの普及してください、皆さん、世の中の方に。十分かわいい、うれしい。うん、無理したら 23.5 入るんじゃない。まあ物によっては 23.5 入るっちゃけど、うん、普通に24なんですよね。24、普通の靴24センチ。なんか大きめサイズとかやったらさ 23.5 やけど、まあでも普通の靴は24なので。そうなんで、27センチ。わお、大きい。靴のプレゼントは片っぽだけ送るんだっけ。うんーって言ってたよ、なんか片っぽずつ送るといいっちゃろ。めっちゃ面白い、片っぽずつ。うん、もう片っぽずつだったら2回ってことでしょ。2回送ってきてやっと1つってことね。面白い、それも。左右どちらか分かりづらいね。ちょっと左右どちらか分かりづらい靴はめっちゃ笑う。そうなの、左右逆にして履いちゃうかも。うん、劇場ってステージと客席の差があるから、サロンちゃんどんくらいの身長差あるか分かんない。そっか、そうね。すごい、ぶっちゃん器用だな。25センチ、そうだ、24センチ。うん、カースのカーコさん、カボチさん、ありがとう。うん、そう、待って、右足だけ2足送る、ちょっと大変。空のそれ一生履けんじゃん。さのちゃん身長なんぼなの？ね、157.3。うん、最後に測ったのがね、そう、今わかんない。うん、多分今もそんくらいかな。
確実に左右を逆に履いてくれるエミさんの押し続けもちょっとちょっと私は左だけ2足。うん、じゃああのあれですね、サイズはでも一緒なので左右違う靴を履くことになりそうですね。磯風さんかわいい、ありがとう。でも面白い、靴や手袋は2万円までいけるってめっちゃ面白い。ガラスの靴でもいい、飾りますね。めっちゃ面白い。え、10センチも差あるって、待って、167センチあるってこと、めっちゃかっこいい、それ羨ましいよ。うん、わしが送った右足とわさっぴさんが送った左足で、そうですね、全然違う靴履いてるかもしれないです。その時は皆さん察してください。ね、ちょっと左と右左右違う靴ってめっちゃ面白い。右はアディダスで左がプーマ、めっちゃ面白いじゃん。待って、めっちゃ面白い。そのさ、もう片方の靴どうすんの、家に飾るってこと、めっちゃ面白いよそれ。そっか、まだ成長中、そうよね、高校生やもんね。170目指そう。170、今で170センチの女性素敵。うん、でもヒール履くってなったら難しいかもしれないけど、すごい。え、すごい、女子力武器にして、かわいいよ、靴かわいいな。1時間経過、ありがとう。履いたらおしゃれかもよって、確かに確かに、なんか違うメーカーの、でも分かんないかもね、ものによっては分からんかも。2足揃うまで送り続ける。めっちゃ面白い。真剣衰弱、懐かしい、あるね。こんばんは。うん、そこまで足元見てる人いないから大丈夫って。確かに足元、そうね、足元確かに顔見て、そう、顔見てるよね、きっとみんな。お顔見てますよね。どうですか、お顔見てますか。みんなお顔見てるよね。確かに靴で神経衰弱めっちゃ面白い、新しいよ。サーノンが左右違うの気づかない可能性は、あえて触れないでいこう。いや待って、めっちゃ似てるやつってこと、それちょっと怖いな。え、色違いめっちゃさ、それ使いづらいやん、めっちゃ面白い。うん、右足だけ写ってる写真と左足だけ写ってる写真で、あー、それ二度おいしい。あ、確かに確かに、あ、半分だけ写真撮ればいいってことね。うん、ねえ、すごい、みんな悩むんですね、かわいい。なんか、うん、いや待って、劇場デビューに靴サイン間違えたこと、しー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 、ダメです。もうどんな曲でよかったよ本当に。左2足送っても、いや履いたらさ、でも大体わかるやん、なんか着心地悪いなみたいな。
佐野ちゃんがの次の公演いつだろうって、土日なら嬉しいなってね。土日みんなに会いやすそう、会いやすそう、みんな土日の方が来やすいよねきっと。まあ左右違ったら確かに逆におしゃれ、まあそれもあるか。わさっぴさん、わさっぴさんなんか言われてるよ。そうね、右も来たとか言いながら両方左エンティア、でも確かに同じやつだったらそう思っちゃうかもね。大丈夫、そのちゃんと研究しますね。履いて履き心地を確かめます。でもさ、説明なんかお手紙とかに右足ですみたいな送られてきてたらもう信じちゃいそう、靴下、あ、めっちゃ嬉しい、靴下嬉しい、うん、ドゥ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 、靴下ね、なんか足にいい靴下、いいね、おしゃれで左右違うの、あー、それで間違えたら確かに右右左左なの、サウナなら怒らない。めっちゃ面白いんだけど、え、五本指の靴下ってやっぱいいんですかね。でもいいって言うよね、健康にいいのかな。サウちゃんとピアス、イヤリング、あのね、アイチョランからイヤリング、イヤリングだよ。サウちゃんやっぱり天然だな。どこがよ、今の会話で。全然天然じゃない、全然天然じゃないですよね皆さん。ドゥ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 、ああ、サウの裸足派、お家では裸足、うん、そうだね、冬は靴下も履いたりするけど裸足かな。お家帰ってきたら靴下速攻脱ぎます。うん、冬は常に履いてる。え、かわいいな。え、かわいい、お揃い。サードにたくさん元気もらってます、ありがとう。脱ぎ捨てませんよ、ちゃんと脱ぎますよ。脱いじゃうな、すぐ。さあちゃん意外と身長低いよねって。え、160ありそうなんてさあ思われてるんですか。157なんですよね、そう、3センチ低いね、うん、でも160ある子が羨ましい。なんか162センチとか、あ、ちょうどよくないですか。でもなんか160ある子にそれ言ったらなんか150代が羨ましいって言われるよ。ちょうどいいよって言われます、なんか、うん、やっぱヒール履くのに、いや、ヒール履くのにさ150代がいっちゃうかね。まあ確かに160、70あってヒール履いたらめっちゃ高くなるもんね。サウナ寝るとき靴下履いて寝ますか。うん、冬は履いちゃうけど、うん、あの、それ以外の季節は一切履きません。なんか裸足で寝る方が良くない？ね。
身長165台の私からしたら、さちゃんのくらいの身長の彼女が欲しい。うーん、そっか、彼女の身長を考えるんですね。なるほど。沢野様、私ご飯食べ終わりました。お、食事しながら嬉しい。拝見失礼いたしました。ヤッホーヤッホーって言っちゃった満腹？何食べたと？ヒール履いたら何センチぐらい高くなる？ヒールの高さによるよね。だいたい3センチとか5センチとかかな。だから160になれるんじゃない？160とか162とかになれるんじゃない？そう、いや、もう謎すぎた。ねえ、嬉しい。そう、え、めっちゃ物によるけど、そう、M とか L とかいろいろ来ますね。172、高っ。172って高いね。ピンヒールは怪我しそうに見る。あー、ピンヒールきついよね。ピンヒール確かにきついわ。なんか長時間歩くのにきついよね。素敵だけど。そう、なんかヤッホーって言っちゃうから、ごめんね、変な時にヤッホーって言っちゃうんだ。170欲しかった。あー、確かに170いいね。身長か。でもどれぐらいが何センチか分かんない。野球選手はだいたい180とか90。何を食べたか聞かれましたか？書ききれない。そんな食べたんや。オッケー。男は170欲しいもん。170を目指すんですね。なるほど。170か。170ってどんぐらいだろう。170。ヤッホー、ヤッホー、サッホーさんじゃん。148cm あったり理想。え、148cm？ ちょっと待って、大変そうだけど可愛がられるの見ると羨ましくも。 148cm めっちゃ低いね。めっちゃ低いじゃん。せめて150欲しくない？ 148cm めっちゃ子供、うん、可愛いね。確かにわかるかも。めっちゃ可愛いね。うん、180cm 欲しかった。ああ、いい、いい、めっちゃいいと思う。野球選手180か。180、待って、180やったらサーモンより、うーん、20cm は高いね。23cm ぐらい。あ、いいかも。23cm ってどんぐらい？でもこんぐらい。うん、いいかも。180が基準。それより低かったら低いって言われる。180めっちゃ高いのにね。学校の先生2人いるんだけど、めちゃくちゃ可愛い。148cm 絶対可愛い。あ、小さすぎてバブミ可愛がられそう。もう寝ちゃう。そっか、なぎささんとかそんくらいかな。かわいいね。うん、いいね。身長、でも身長ちっちゃいのかわいいよね。
177センチで低いは辛いね。なぎささんとなるさん151センチ、かわいい。でも意外とそう考えると変わんないのかな。いや変わるか、6センチは結構変わるか。148センチちっちゃいね。もう刻みますね。149センチかわいい。確かに149と150で聞こえ全然違うよ。確かに高身長 AKB 珍しいよ。確かに確かに確かに。140代さん何年生の時だろうね。もう覚えてないや。かわいい。私ソラノンくらいの身長が一番好き。はい、ありがとう。あ、マリコ様170センチ高いね。やっぱりすごいよね。 B 脚身長高い。157、確かに平均的な身長ですよね。169センチ、169センチ、中3でめっちゃ高いね。うーん、なんかさ男の子ってさ中学小中の時はめっちゃちっちゃくて、なんか高校生とかでめっちゃ伸びてるイメージあるっちゃけど、そんなこともない。琥珀とか行くと絶対ウランが高いから。何何何何何何目線だろう。高いから、そんなことないよ。でも大丈夫だよ。サーナもっと高そうに見えた握手会の時。え、ほんと？全然高くないよ平均。そうね、中学生成長期だから。そうだね、高校生とかでめっちゃ伸びるイメージあるよね。小学校の時めっちゃちっちゃかったよみたいな子がさ、めっちゃさ高校に上がったら高くなってるみたいなね。タルコさん、コウモリさん、ありがとう。あーそっか、劇場から確かに下からやもんね。確かに確かに。あ、握手会それこそさヒール履いてたじゃないかな。そのヒール履いちゃったと思う。高いじゃない。160台に見えたじゃない。それあるかも。握手会の時確かにヒールやったよ。なんかショートブーツ履いてた気がする。そうかも。肩幅広いからジャケット探すの大変。あー、お店でね。サーノンと握手してみたかったなって。もう握手する機会なさそうだから残念すぎる。ひねりんごさん、そんなこと言わずに気長に待ちましょう。気長に待とう。サーノンは待ってるぞ。確かにめっちゃ昔だって、もう入ってすぐオンラインだったもんね。確かに、に身長伸ばすのにさ、なんかさ牛乳飲むといいみたいなずっと言われてるじゃないですか。身長縮めるのには何がいいんだろうね。
剣道すると背が縮む。あ、叩かれるから。いやでも痛いもん。痛い痛い。次会った時、握手会の時は小さくなったカズ兄を見ても優しくしてねって。え、年齢とともに縮む私。そういうもんやっちゃう。全然大丈夫。サウナより確実に高いから大丈夫。背高いなって思った。みんなそういうイメージ。絶対ヒール履いてたからだよ。体操する人は大体背が低い。あ、確かに体操するといいじゃない。体操始めるのは相当難しいね。ちっちゃい時からしてないと。あ、バスケやってた。もうそれはもう逃げられん。高いね。めっちゃジャンプするもんね。バスケやったら身長伸びるイメージあるもん。足に負担かかるスポーツは身長低くなる傾向。言われてみれば確かに。体操とか足使いますもんね。確かに確かに。サッカー選手より野球選手の方が背高いもんね、イメージとして。センターポジションだったからジャンプ常にしてた。なんかかっこいいね。センターポジションだったよ。かっこいい。センターってつくとかっこいいよね。なんか下によくいた。いいね。エイトの日でサウナ見たとき色白だなって思った。嬉しい。でもなんかネットニュースかな、なんかに永遠より続くようにのなんか水玉の衣装、リカーのカップリングリカーの武道館コンサートのなんか乗っちゃって、その写真をこうマミーがスクショしてたの。それ見せてもらったら、なんかそういうの白いわってなった。他のメンバーより自分でも思いました。そう。チームに関係なく踊りたい曲。他のチームの曲でもいいってことよね。なんだろうな。でもなんかくるみとダイアローグとかなんかいいよね。なんか音楽が好き。バスケ部3人同級生がね。わお。でもなんだろうな、何、逆に何やってほしい。なんだろうな、逆に何やってほしいですか。あ、サロンあれやりたい。スキャンダラスに行こう。ドゥントゥドゥドゥントゥドゥドゥン、ベイビーベイビー Are you ready?サーノにヒールで蹴っ飛ばされたいとか絶対言わない方がいいね。黙るねって。なんで急に、急にどうしたの。そうだ、バスケ5人でできますもんね。確かに。ハートの脱出ゲーム、ハートの脱出ゲーム4かな。アボカドじゃねえしね、アボカドじゃねえしってね、難しいらしいよ。やったことないけど。リーバーめっちゃ難しそう。バレバレマシーンもちょっと急にどうしたのが辛くてダメ。やめて、ダメだよ。
喋ろう喋ろう、せっかくの夜だ、夜に会話できるんだし。キャンディヒトさ、シュワシュワソーダ水ね。ちょっとなんかそうやって言われるとな、ダメし。君は僕の風だ。表情がセクシー系も可愛い系もいけるって思う。嬉しい。確かにバレバレ節みたい。ワサップさん飲んなくていいの。あなたの優しさに甘えてしまいそうだから黙る。ダメだよ、黙んなくていいの。推定マーマーレード、どんな曲だ。セーラー服で怪我しん、あ、怪我しん2回ぐらい披露しましたよね、それも。そういえばそれを知ったとしても、存在する真実、ずっと避けていたのはこれか。ツンチャンツンチュラチュラチャン。いや、バレバレ節もうきっとないですよ、もう。だってもう卒業しちゃったメンバーとか多いしね。ずずずずずるんじゃらららららららんらんらん。チャララ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 ダルルルルルルダラダララルル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 ルダダダンダンダン。誰よりも可愛いってこと。ダダダダダダサマーサイド、オーサマーサイ。ダダダダダダ、夏はそこに来ているよ、海へ行こう。それ？これかな？君に恋をする準備はできた？かな？歌詞がわかんない。いや、本当だよ。公開される曲選んじゃったの。びっくりした、あの時。そうね、最強ツインテールは同期でやりましたね。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎてキュンしする、なんで二つに結んだの。タタラタタラトゥルルトゥトゥ、首だけだ。首だけ、いっぱい出てくるね、曲。なんか難しい曲多くないか、みんな。
わがままな流れ星やったことない。うん、サーの愛の色。うんふんふん、愛色どんな色？あ、誰かの色。うんふんふん。今揺れながらプリズムのようなもの、もっと信じてみたかった。あ、私の色、この世にそう一つだけの大事な愛の色。じゃんじゃらん、じゃん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 じゃらん、ワン、ツー、スリー。どこまで歩いたらその涙は抜かれるの？街角のビルボード、幸せそうなカップルたち。オンリートゥデイ。ドゥ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 。マジで綺麗だったなって、本当にあの衣装で、あの曲で出てきたサロンちゃん見て発揮しかけて、嬉しい。じゃんじゃららんじゃららんじゃ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 んつんちゃんつんつんつんちゃらら、あ違う、じゃんじゃらんじゃららんじゃ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 ん。ねえ聞いて、そうだそうだわ、聞いてみんな。あのね、そういえば愛の色のイントロあるじゃないですか。じゃーんじゃららんじゃららんじゃんじゃんじゃん、あるじゃん。あれね、あれ4人おって4人全部カウントずれなんですね。カウントずれっていうのかな、うん、まあ、サノアはサノアは 1っていうか1番目にする人だから音に合わせてやればいいっちゃうけど、まあ、2番目以降の方は違うじゃないですか。それでね、サノア、あの順番があるやん、これ振りに、振り付けに、首、あ、頭上げてこうしてこうしてこうみたいなさ、順番あるじゃん。あの順番を間違っちゃって、確か順番間違ってたのかな、うん、順番じゃないな、順番じゃない、カウント間違ってたのかな、うん、多分そんなので、めっちゃ苦労しました。そう、なんか久しぶりに動画を見た時に、え、なんか全然、え、なんかちょっとさ、先輩よりなんか数秒なんか違うみたいな思って、そうで教えてもらってできるようになったんですけど、そう、間違って覚えてました。間違ったと、間違って覚えちゃったから、そう、そう、しかもなんか数日前まで、そう、自分その部分できてるって思ってて、でも動画見てたらなんか違うよなって思い出して、そう、でもできるようになりましたけどね。あれ一回間違えるとね、間違っちゃうね。そう、でもさ、本当に1番目の人でよかった。2番目以降だったらそういうの本当にダメだったと思う。そう、いや、愛の色難しいイントロとかね、え、そう、タイミング難しい。そうなの、そうなのね、劇場デビューから1週間、早いね。そうさ、武道館から1週間でデビューできると思ってませんでした、正直。うん、スパッて歌い始めれるのは音感の良さ。嘘、本当？全然だけどな、嬉しい。でもそうやって褒めてくれて、
レスは8メンバーなのでね、同じポジションが。でもなんか一緒に出れないのが残念です。うん、ありがとう。お花はもう枯れた。まだいます。まだいますじゃない、まだ咲いてます。まだ咲いてます。うん、まだ咲いてます。うん、うん、まだ咲いてます。はい、まだ綺麗ですよ、割と。ありがとうございます、皆さん、素敵なお花。どのユニット？でも絶対できんけど、絶対踊れない自信あるけど、でもなんかエンドロールが踊れたら、ソロのなんか自信がつきそうって思います、今は。うん、踊んないですけど。エンドロールが踊れたらめっちゃ自信つきそうだよね。うん、って思うね。ああ、虫のバラードね、いいよね。うん、虫のバラード一人で歌ったら泣いちゃいそう。エンドロール見たいって。そう、エンドロール踊れたらなんかめっちゃダンサーって感じするやん。あの衣装とあのダンスも激しいから、割とダンス曲って感じじゃないですか。 K っぽいよね。エンドロール踊れたらめっちゃ自信つきそう。なんかさ、あの1年半ぐらい前だったら蜂の巣ダンスが踊れるようになったら自信つきそうって思ってたんですね。でもなんかやっぱさ、一個山を越えるごとに目標が変わっていくじゃないですか。変わっていくっていうか、これができたら自信がつきそうみたいな曲の目標が変わってくるから、そう、そう、なんかびっくりしちゃった。うん、ポジションね、決まってますね。ねえ、大島優子さんかっこいいよね。そう、でもさ、あの愛の色のイントロの部分とか曲めっちゃ好きなので、めっちゃ嬉しかった。なんか愛の色、衣装も可愛いし、あのさ、イントロのトゥンテ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 レレンテレレンテ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 レランダンランダラランってあるじゃないですか。なんかあれさ、なんか飛行機で流れそう、流れてそうな音楽って思わん？だからなんかめっちゃ好き。うん、ダンスの系でほぼ未経験からあのクオリティ仕上げてきたのほんますごいと思う。嬉しい、ありがとう。愛の色、小さい時からずっと好きだった。すごい嬉しい、ありがとう。そう、なんか、うん、なんかね、登りきれた時気持ちいいよね。そう、なんか次々に目標現れますよねってなんか思った。うん、そう、だからファイナルの時思ってました。なんかファイナルの時にレッスン行くのめっちゃ怖くて、で、そう、次宮崎に帰ってくる時には蜂の巣ダンスがきっと踊れるようになってるから自信がついてそうみたいな、蜂の巣ダンスと好きだが踊れたら自信がつきそうみたいな思ってて、そう、そしたらなんか次は次の目標ができてね。そう、あ、それこそ武道館もエブリデイカチューシャとさよならクロールとポニシュと、うん、あ、ギンガムチェックとか、そう、なんか全体曲さ、めっちゃ難かったじゃないですか。難かったんですね、初めてだったので。そう、初めてで
先輩もめっちゃ難しいっていうほどの楽曲が多く入ってて、そうこれができたら自信がつきそうって思ったら1週間後そう劇場だったからね、キツキツだった。え、歌詞最初から確かに涙が止まらないよ歩きながら溢れる人混みに紛れてもこの悲しみ隠せない。確かにいい曲。え、本当に、ね、不安だった。めちゃくちゃ不安でした。そうさ、の正直あのさ、このさ新チームのコンサートのレッスンってさ2月とかにやってたじゃないですか。1月2月、そう8の日終わった後、そう1月の終わりから2月の頭にかけてやっちゃったっちゃけど、最初だって2月のさ789とかやったよね、ライブ分からんけど。だからそう、それでめちゃくちゃ2月1月メンタルやられすぎてめっちゃ泣いてました。うん、嫌すぎて、そうなんか辛すぎて、そうなんかもう K に行くこと怖くて、そうめちゃくちゃ泣いてましたね、あの時期。そう三穂と二人だったのね、あの時期。そう同期に三穂と二人だけで、そうめっちゃ三穂とそうホテルでめっちゃ話してた。行くの怖いねって言って、そう二人で慰め合って、そうどの曲やったらいいかなとか言って、そう二人でめっちゃやってた、話してた。あ、メンタルやられてる時に聞くとめっちゃ泣いちゃう、わかる。え、そう本当にそう、みつほとずっと2人だったんです。しかもなんかさ同期2人だったから、その時活動してるの、そう2人だったからめっちゃ辛くて、しかもさなんか先輩はできるからさあんま相談できないじゃないですか、正直。そうだからそうみつほと2人でホテルで、そうめっちゃ私が病んでたら、そうみつほがのんちゃん部屋来なっつって、そうみつほの部屋に行ってめっちゃ話したりとかして、そう深夜に2人でコンビニ行ったりとかしてたし、そうねめちゃくちゃなんかみつほに支えられてた時期。うん、なんかできるよってもうなんとかなるさみたいに言って2人で、そうなんか結構その言葉大きくてね、なんとかなるさ精神ってほんと大事やと思う。うん、マジでみつほいてくれてよかった、めっちゃ支えられてた。そうお互いに2人でね支え合って生きてましたよ。え、振りまね難しいよ。うん、優しいカズ兄さんありがとう、頑張って挑戦するね。みつおもきつさんを頼りにしてたと思ってね。そうもうマジでマジでみつおの顔見ると安心してました。そのなんか同期、唯一の同期だったので、うん、そうみつお昨日誕生日でしたね。そうだよ、おめでとう言いましたよ。そのもなんか電話でさおめでとう言いたかったけど、なんか忙しかったらあれだなって思って普通に LINE でおめでとうって言いました。3を支えていくからねって、優しい
よろしくお願いします。うんね、逆上がり公演行きたかった場合ってさ、パフォーマンス見たいって嬉しい。磯風さん、ぜひまだ機会あると思うのでね、会いに来て。その時は本当にね、優しい世界線です。そう、なんかマネージャーさん、前のマネージャーさんと電話したりして、みつおと。そう、いろんな人に支えられてましたね、あの時期。マジでめちゃくちゃメンタルやられてた。なんかそう、メンタルやられてたわあの時期、本当に。そう、しかもね、なんかね、正直あの時とね、全体曲のセトリ、ね、マジでめちゃめちゃ変わってるんですよ。そう、あの時のセトリもめちゃむずくて、難しすぎてみつほと病んでました。うんうん、そう。で、その曲をやるのかと思ったら、全然今回のセトリ違ったから、大変だった。サウナを見るとみんな安心する。優しいね、みんな。ありがとう。ねえ、そう、ガラって変わってたんですよね、確か。変わりましたね、めちゃくちゃ。そうね、こんばんは。だから本当になんか新チームコンサートとかね、無事に終えて安心しました。そう、今回ミツをね、いなかったからさ、めっちゃ不安だったけど、そう、なんか延期のコンサートだったので、そうね、当時思い出してめっちゃ不安だったけど、なんとか乗り切りました。優しいウランちゃん、みんな優しいよ、ありがとう。うん、サウナもみんなになんか元気をね、届けられるようにもっと頑張りますね。ウッディさんかな、コウモリさん、ありがとう。うん、全然文句になんないですけど、なんかめっちゃ変わったなって思って。まあそれはそうですよね、なんかその時あれですよね、カトレナさんとかさ、ミャオさんの卒業を見送るやつも一緒になんかコンサートの中でやる感じでしたよね、多分。うん、確かだったので、めちゃくちゃセトリが違いました。優しい。なんかオンラインとかでいっぱい相談したいね。ね、ありがとう、ありがとうね、そういうことね。めっちゃ面白い。ずっと応援してました、ありがとう。ねえ、みんな優しい。本当に優しい、みんな。なんかね、本当にあの武道館のコンサートのリハ期間とか、そう、それこそ劇場の期間とか、デビュー前の期間とか、もうマジで本当にね、毎日ファンの皆さんに
ファンの皆さんと喋るこのショールームがめっちゃなんか生きがいっていうかさ、なんかみんながすごいねパワーを送ってくれて頑張れてたので本当にみんなに感謝してます。ありがとう。うん、ね、本当にみんなの言葉にすっごい救われて生きてました。うん、うん、ありがとう。ね、なんかみんなも毎日さお仕事とかで疲れちゃうのにね、すごいサーノの話聞いてくれたりね、優しい、本当にありがとう。こんばんは。うん、もう優しい、泣いちゃう、本当にありがとう。なんか本当にここがお家みたいな、このルームがお家みたいな感じで、そう本当にね毎日なんか救われてました。なんかだってさ、そのコンサート期間とか特に配信切ったらもうさ練習時間に入るわけじゃないですか、自分の中で。なんかもう配信切るのも寂しかった。うん、そう、本当よかった、みんなありがとうね、温かいメッセージ。いつもなんか SNS とかのコメントもみんな温かくて嬉しいです。空の、めっちゃ救い、本当に配信依存症そうかもしんないね、もしかしたら。特になんかコンサート期間前とか、コンサート前とかの期間とか、そうすごい救われてます。特にめっちゃ救われてた、本当に。ね、配信終わったら抜け殻みたいになってめっちゃ面白いね。表現を。めっちゃ面白い。ね。そう、みんな優しい、本当に。優しい、ちのちゃんもありがとう。うん。なんかすごいとことんいじってくるときはいじってくるじゃないですか皆さん。でもなんかこうやってなんか真剣な話してるときはめっちゃ聞いてくれるしね、みんな優しいなって。なんかサーノンがすごいなんか落ち込んでるときすごい励ましてくれるし、なんかなんかサーノンが頑張れるようになんかエール送ってくれるしね、なんかいろんなアドバイスくれたり、そう嬉しいです。磯風さん、ハートありがとう。私は適当ですが、でもその適当もなんかすごい落ち込んでるときはすごい救われるんだよね、だからありがとう。うん、何の話してた？もうねいろんな話してたよ。うん、いつも癒されてる、ありがとう。時たまの天然もお気に入りですって。サーノ天然じゃないよ。3年前にサーノに会わなければ母の介護でどうにかなっちゃってたもんって。ありがとうありがとうって。ありがとうありがとうだよ、こちらこそ。いや本当にサーノのファン優しいよ。何しかしてない、なんだ。あ、友達とご飯行ってて今見始めたって。あ、嬉しい、来てくれてありがとう。楽しかったかな。すごいしんみりしてるね。
本当にね、みんなに救われてます。すごくみんなが思ってる以上に。なんかさ、もうね、多分言葉にするのめっちゃ下手下手だよね。多分下手ですか、さん、わかんないけど下手かな、下手かもしんないから、さん思ってる以上にね、そうですよ、救われてますみんなに。お酒飲んだからもう寝そう。わお、おやすみ。今日の配信、サラちゃんとサーノンファンの絆配信みたいじゃん、最高。確かにね。あ、言葉にするの下手でもない、よかった、ちゃんと伝わってる。さ、メールとかさ、めちゃくちゃ急に長文で自分の気持ち伝えたりするときあるので、そう、そういうときになんか一気に受け取ってくれたら嬉しいなって思います。そっか、下手でもないね、そしたら。よかった。テルミンさん、久しぶりじゃん、嬉しい。コウモリさん、ありがとう。意地でも起きてる、かわいいな。あ、本当？劇場の MC。 いや、でも劇場のトークは本当になんかやっぱさ、先輩がすごすぎてやっぱバカずですよね。すごいなって、上手だなって思ったので、サラも成長できるように頑張る。あ、本当？長文嬉しい。めちゃくちゃたまに本当にこれさ、ファンの方全部ちゃんと読んでくれるのかなっていうぐらいの書いちゃう時あるから、ちゃんと受け取ってくれたら嬉しいです。逆上がり公演この前行って、サーノに認知されたい気持ちが高まったから早く会いたいって。あ、おう、みんなが思ってる以上にカズニーはサーノに信じてもらえないけど、応援頑張るねんね。大丈夫、信じてるよ。これがいけないんだよね、きっと。信じてます。ね、本当？七夕の短冊川柳。あ、嬉しい、ちゃんと探してくれてる。言葉上手ではないけど、ありがとう、褒めてくれてる。こんばんは。そっか、言う邁進。あ、そう、それは生誕グッズのあれですよね、習字じゃない、ビッグタオル。ジョブは分割してちゃんとスクショしてますって、嬉しいな。アイドルの鏡全然だよ。 MC 上手になりたい気持ちも大切だけど、その時を楽しんでくれると嬉しい。ああ、そういう風に思うんですね、嬉しいね。確かにその時楽しむのが一番か。そう、なんかね、自分の気持ちを思いっきり思いっきり思いっきり、思いっきり、思いっきり吐ける場所は、やっぱりサーノンは一番はプラメだと思ってるのでね、プラメになんか一気に書いてますね、何かあった時は。なのでプラメぜひ、急に来ると思うので、そういうメール。優しいね、一緒に悩もうって、ありがとう。お願いします。じゃ
そうそうかな。ワザピさんめっちゃ面白いよね、本当にいつもありがとうね。こんばんは。そうそう、じゃあランキングをね読もうかな。今何時ですか。ソラノの悩みはソラノファンのみんなの悩みであって、なんかすごい大きい言葉。大学生になったらメンタルケアの授業を受けられるから今以上にソラノちゃん支えるよって。やった、ソラノのこと支えてくださいな。ありがとう。じゃあランキング読もうかな。うん、じゃあやみますね。13位は磯風さん、ありがとうございます。12位はウッディさん、ありがとうございます。11位はコウヘイさん、ありがとうございます。10位はぶっちゃん、ありがとうございます。9位はイングランド共和国さん、ありがとうございます。8位はカラスのカークアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。7位はコウイチさん、ありがとうございます。6位はショートさん、ありがとうございます。5位はナアットマークソラグミさん、ありがとうございます。4位はカズトさん、ありがとうございます。そして3位はカズニ、あとお誕生日まで265日、365じゃないか、 ありがとう、ありがとうございます。そして2位はワサップさん、わーおー、ありがとうございます。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとうございます。はい、というわけでね、皆さん今日もたくさんサロンの話聞いてくれてありがとうございました。うん、そうだね、うん、ありがとう、来れる時にみんな来てね。カズ兄さんファイトってありがとう。はい、それではじゃんけんしたいと思います。せーの、ソラのじゃんけんじゃんけんぽい。チョキです。みんな今日もありがとう。それではソラのは今からお風呂に入って寝たいと思います。みんなも暖かくして寝てね。明日からも1週間、明日月曜日なのでね、明日からも1週間皆さんお仕事と学校お勉強頑張ってください。ファイティンです。土曜日は、ん、土曜日かな、土曜日は、え、土曜日、土曜日かな、土曜日は会えると思うので楽しみに待ってますね。待って、20、25、26、27、28、29、うん、土曜日から会えるよ。土日会えるので皆さん頑張りましょう。それではおやすみなさい。ありがとう、バイバーイ。ありゃ。